これで全員集合しましたので出発の進行みんな揃いましたのでピグルスです。今日はねコンペみんなでコンペでなんですけど、前回私ね賞金王やったよね。賞金王っつってもそう取ったタイトルがドラコンとブービー、まあ、ピクの目標は完全に賞金王、はい、行ってきます。やーやー乾杯。私は銀色のやつ私は飲みませんのってすいませんが着きました。今日本日はね最高のビューの場所で、まあ、ちょっとゴルフができるってことでピクルス超高まってます。朝言ったように目指すは賞金王。今回してもらうのはショートホール、まずショートでニアピン、ロングホールのロングでドラコン。前回ねちょっと一発目まぐれ取ってて今日も狙いいくよってことで、これから朝の練習に行きます。ケツを調律してからの球を買っていく。出発の前ハハハハ右出る、右行ってますけどドライバーの仕上がりも見てほしいわけだ。出る、打ち上がっていいよ、いいよ。運命のくじ引きタイムが始まりますですので3番中途半端やん。もう何が中途半端じゃないかが分からんけど、いやいや1番か4番でしょ。1番や5のここもドラコン、497ヤードですね。ぶっ放します。取りに行くでもあるね。親父のドライバーでまた右行っとる。球の消え癖がある。とりあえずプレフォー切り替えます。分かんな。なんなんやろうな。練習とは練習とは練習とはちょい弱いですね。何マジ柏出てきたもんな今。柏じゃねえな。もう何だですか。9ではない何だですか分からん。でも叩きすぎて俺指10本しかねえで10超えたら分からんぞ俺もう。でね前半戦はねもう力みが入ってね練習でやったことも何もできるじゃんね。僕はまず取りに行く決めた。何取るんですか。ブービードラコンとブービー賞ブービー賞とニャビ手を取る。一緒に行こうぜ。